練馬区議会議員の佐藤力です本日1月11日は成人の日です新成人の皆さん誠におめでとうございます本来であれば皆さん朝早くから振り袖やスーツなどを着てヘアメイクを行い練馬文化センターで久々に会う同級生たちと昔話に花を咲かせていたと思います しかしながら新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発令および国や東京都からの要請により成人式は中止せざるをえなくなってしまいました成人式にまた来年という言葉はありません皆さんにとって一生に一度のことです1年以上も前から着付けやヘアメイクなどを予約され 晴れ着姿を楽しみにされていた皆さんのことを思うと残念でなりません。しかし、皆さんが生きるこれからの時代は、今回のように今まで経験したことのないことがますます起きる先の見えない時代となっていきます。昔の常識は全く通用しません。そのような時代を生き抜くために必要なことは、 自主自立の精神です誰かを頼り誰かに作ってもらった道を歩むのではなく自分の力で自分の足で切り開いた新しい道を歩んでいくことが大事です皆さんの人生は皆さんのものです過去に縛られることなくぜひ皆さんの生きる道を歩んでください 未来は無限大です。私自身皆さんの挑戦を応援できる社会にすべく全集中で取り組んでまいります成人式にまたねはありませんが皆さんが計画されていた懇親会はまたねがあります是非この瞬間も楽しみながら未来への期待を胸にこれからの人生を歩んでいってください本当におめでとうございます